a todos. Hello everybody, welcome to my channel. I'm Dante, and in this video we will see the episode 11 and 12 of Solo Leveling. So nothing more to say. I'm excited. Let's see if the history goes again. Returns to the first episode when they were exciting. I mean, we had fights that our main character was struggling. It was a fight for life or death. And now we have a main character OP. So let's see if in these two episodes we will have a fight worth of the MC. Let's see. Episode 11. Let's go. これだけ町から離れてれば大丈夫だろう。何が起きるかわからないからな。転職クエスト。前回のレイドでレベル40を超えた時に出てきたクエスト。これまで鍵型のアイテムとして与えられたダンジョンも2つあったが、ここまで直接的なシステムからの介入はペナルティークエストと緊急クエスト以外では初めてか。しかも今回は他のクエストと違って選択の余地と時間的猶予を与えられた。 Now I think he's a assassin. 普通に考えれば、Let's see what he will become with the new job. 俺はもっと強くなれる。はい。Ah, he need to enter a dungeon for change the job. That's very good. No, しまったデイリークエスト。まあいいか、戻ってからで。さて、やっとこのゲームが本格的に始動する兆しが見えた。一体中に何を待ち受けているのか。 I hope that this dungeon will be more interesting than the last ones, please. Okay, a knight. Let's go.遅くなりました。いや、時間通りだ、ジンソン。久しぶりだな、ジンホ。兄さん。思ったより普通のダンジョンだな。ポーションと状態が使えないのか。Very good. クエストを完了しないと出ることもできない。いろいろ考えて動かないとな。The knight is here. Ah, well, it's a normal knight. Let's see how difficult this is. Okay, no one shot, that's good.He needs a weapon more sturdy. Okay, yes, by force. It's like a magical armor. 急所突き1回分無駄にした。ダメージもマナも回復できないってのに。Oh. けど。もらってそんなこと構っちゃくれないよな。当然。どうしたジンホ、あまり食事が進んでないな。あ、いえ。ジンソン、ギルド立ち上げの方はどうだ。 S 級ハンターに断られたという話は私の耳にも入っている。確かにミンビョングハンターチャヘインハンターには断られましたが、問題ありません。現在ヨーロッパや中東圏のハンターとの交渉を進めています。彼らは条件次第でサインする。
ファンドンスハンターの例もありますので。そうだな。海外、そうか。ジンホ、お前が裏でこそこそ動いているのは分かっている。 C 級レイドを高値で買い漁り、実績を積もうとしていることもな。趣味のうちはいい。だが俺の邪魔だけはするなよ。兄さんは兄貴を知らないから、兄貴の力があれば絶対。さすがに戦い詰めは疲れるな。これで一息つけそう。おお、ミツ、ベリーナイス。ミツを使うのまで出てくるのか。アサシン、アンメイジ。おお、今度は魔法使い。しかも閃光を放ちやがった。隠密に閃光魔法、どうなってんだ。カサクの剣といい、まるでこれまでの戦いを振り返ってるかのようだ。思ったより面倒なクエストだな。モンスターによって役立つ能力が異なってくる。ナイトは筋力、視覚は感覚、アーチャーは速度。筋力が低いとナイトにダメージを与えられないし、感覚が低いと視覚の気配を察知できない。で、問題なのが魔法使い。おそらく知能で対抗するところなんだろうが、あいにくと知能はそこまで上げてない。おかげでマナも少ない。スキルの使用は温存したいが、疲労も溜まってきた。早く終えなければ。皆さん、集まっているようですね。いよいよです。Do we go to the island again? こんなもんでも貴重だな。モンスターから出てきてくれて助かった。上級ナイトの胸当てか。そういえば装備品は試してなかったな。え？おお、透明になるのか。見た目が変わらないのは気づかるな。そう。動きの邪魔にもならない。He has armor, but he's not physical armor. It's like only the stat, probably. 集まった。疲労も回復したし、そろそろ次のステージに進んでみるか。さて、この扉の向こうにいる敵がどれほど強いのか。攻略しないと出られないのなら進むしかない。身震いしそうなこの空気。Let's see, final battle.王の謁見室。目が、耳が、指先が、全身が覚えている。二重ダンジョンで感じたものと同等の威圧感だ。ただならぬ気配の正体はこいつか。キンクレッ、高潔のイグリッド。名前が赤黒い。そう、やはりそんなレベル。これまでの奴らとは違う。主のいない玉座を守れないと。Out of speed.
取らない。うおお。柱をまるで小枝を折るように。That's very cool. I wanted to see something like this. Okay. 強いなんてもんじゃない。まよ。うお。あの重そうな鎧を身につけたこの速度。なんて野郎だ。やはりダメか。You cannot pierce the armor.体力がある。鎧のせいで探検も通らない。俺がこいつに勝つ方法なんてあんのか。想像以上に強敵だ。Maybe with physical strength? 素手で勝てる気はしないが。Or a more sturdy weapon? ダメージを与えるためにはこれしかない。Oh, ah, okay. Two daggers.シドってやつか。あ、オッケー。With this。ぶっこいてんの。どうぞ。会長、まだ帰られないのですか。帰る気になれなくてね。ついでに溜まっていた仕事を片付けていた。僕も同じです。今日やらなくてもいい仕事を片付けていました。いよいよですね。うん。噂をすればだ。私だ。これから出発かね。はい。まずは会長に感謝を。今回の作戦案承諾していただきありがとうございます。礼には及ばんよ。君たちがテレビのインタビューや雑誌の取材で何度もジェジュ島のことを口にしてきた結果だ。大衆もあの島の悲劇を忘れず、世間の空気も変わりつつある。私はその流れにほんの少し助力しただけに過ぎない。寝た子を起こすなとの非難も来るのでは。その程度の盾にはなる。だが気をつけたまえ。ジェジュ島は危険な場所だ。重々承知しております。今回の目的は威力偵察。軽く敵をつつき、敵の戦力と規模を調べること。君の努力には頭が下がる。第三次ジェジュ島レイド、あの戦いは僕の中で未だ続いているのです。で、いかねえましだ。おお、ワッタポンチバイ。ガードしたのに体力が500は減った気がする。防具をつけておいて正解だった。まともに食らっていたら死んでいたかもしれない。剣を捨ててもなおこの力強すぎる。攻撃力でかなわないのならこちらは速度を上げて。Block it.He's like a player, not a NPC boss. Nice kick.
Second phase? What a beat up. Oh my god. Whoa. This guy is like Broly of Dragon Ball. In the throne. That's cool. That's cute. Okay. Ooh, right in the eye. He's going berserk. It's over. Let's see what he will drop. Kateta no Magre daro. Skill, Jitsuroku, Kekenchi. Sono subete de so conjure tatakai datta. Hedasria shindetano. No, Hoshu ga yotsumo. Gold, 1 million. Holy. Sorekara. This helmet, knight, Ezra. That's very cool. What else? 15% Crazy. くじ帰還席インベントリに保管できない。どうしてこのタイミングで帰還席を出てくるんだ。まさか転職クエストはまだ終わってないってことなのか。レティ。What is that? Good luck. Okay. Mugen wave ka? But they are normal knights. Ygritte kyū no yatsura datta ra mono no suu byō de ore ga yarareta ita daro. Koitsu ra nara iba no ore ni mo jūbun taoseru. Shikashi kono kazu wa yakkai da.
All of these people are rank S, right? どうしても倒しても次から次へとゲートから湧いて出てくる。この転職クエストは経過時間が限りだ。なら隠密は使用時の200、1秒につき1のマナが必要だ。残り190、ギリギリまで時間を稼いでやる。Oh, detection. That's very cool. そう、手がいた。これでもう隠密も殺気も使えない。経過時間はまだたった5分。5 minutes.残念だがここは機関石を使って。Oh, and you lose it. The stone. Nice, 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 nice. Okay, interesting. Okay, that is what I was waiting.That we return to the first phase of the anime, that the main character is struggling fighting. That is what I wanted to see. Not only that the main character is OP and kills everything, I want him to suffer, to work for that. So, very, very cool episode. Let's go with episode 12.見失った。探し出す余裕なんてない。こいつらを全部倒すしか俺の生き残る道はない。体力が限界、隠密も殺気も使えない。それでも諦めてたまるか。俺は生き延びてやる。底辺にいた。誰よりもその惨めさを知っている。それでも頂点への憧れを捨てきれなかった。 The hand all destroyed. Oh my god. That horse. New skill? 別名人類最弱兵器なんだ。最弱？最強じゃなくて？ああ、EQ ゲートで怪我して入院するくらいだからな。ハンターの中で一番弱いんじゃないか。孫君、もういい。これ以上無理はするな。そうですよ、ジヌさん。He need to surpass all of this.自業自得だ。どうしてわざわざ危険な道を進もうとするんだよ。異形だったお前がそこまで成長できたんだ。それだけでも十分だと思え。違うか、ジヌ。第三次ジェジュ島レイド。すでに私の体は戦いに耐えられず、参加できなかった。君は参加していたな。はい、連絡役として外周警戒でしたが。多くの者が犠牲となった。生きて帰ってきた者にも心に深い傷を。ハンターならば誰しも持っている傷だ。だがその傷に打ち勝たねば、待っているのは破滅だ。それにしてもこれが本当に俺なの？まるで別人だ。背も伸びたし、ガタイも良くなってる。強そうじゃん。だけど変わったのは外見だけ。中身は今も弱いまま。結局私にそうだし。EQ ハンター孫次ヌ。
お前は所詮その程度さ。向こう水な身の程知らず。黙れ。Day one. Oh.まだまだだね。覚悟なんて自分勝手な言葉で言い切った結果がこれだ。お前を殺すのはお前自身なのさ。結局同じ。あの時と。この後どうなったっけ。え、クエストが So he will survive for the penalty quest and this crazy. That's crazy. But now he need to survive the penalty. Penalty zone.クエストまだ終わらせてなかったか。ま、何にせよ。ナイスタイミング。おかげで助かった。幸運を祈りますか。それほどまでに難しいクエストなのか。それとも幸運を祈ってまで俺を応援してくれてんのか。まあいい。ストア。疲労度が90を超えたのは初めてだ。重症状態ではポーションの HP の回復ができないということか。あとは自然回復を待つか、レベルアップ時の回復を期待するだけだな。どうやら余計な心配だったようだ。Now they are orange. また会おう。そうだな。生き残れたらまた会ってやる。俺の命を奪えない。下手に苦痛を与えたところで俺をさらに強くするだけだ。どんな夢見たな。ん？お兄ちゃんまだ帰ってきてないの？こんな時間まで仕事してるんじゃないよね。まさか彼女ができたんじゃ。なわけないか。Your friend. 保護者面談がある。Is your friend? Probably. ちゃんと来てくれるかな。レベルアップで回復できるのは便利だな。残り時間もあと10分以上ある。今のうちに。装備を整えよう。ん？購入。2 million, almost 3. Full weapon. ナイトキラー。鎧型モンスターに 25% の追加だ。That's good. 少し値は張りが悪くない。よし、あとはこれだ。イグリッド戦で手に入れたルーン石。今度も必ず役に立つはずだ。Let's see.It's like what he did with the weapon. It's like magnetism. 効率は良さそうだ。手で触れずに物理的影響を与える。あの時のあれか。Yep. まだ大きいものを動かすことができないか。今準備しておけるのはこのくらいだな。Now he's back to the another room, to the other room of with all the knights. Yep. たった数時間で数がバカみたいに増えたんじゃ。まもなくジェジュ島警戒海域上空に入ります。わかりました。
すみません。あなたにとってこの状況は苦痛でしょう。いえ、問題ありません。第三次ジェジュ島レイドの時、私はハンターではありませんでしたが、代表の気持ちは理解できます。そう言ってもらえると助かります。チェ代表、会場に微量のマナ反応を検知、映像出します。これは使えるじゃないか。内的だ。素手なんかよりよっぽどいい。だがこの違和感は何だ。いくら倒しても手応えがない。レベルアップする気配すらない。ソリー、魔法使いは何をしている。呪文は唱えているのに魔法攻撃は来ない。襲ってくるのはナイト。だったら奴らは何を。ゲート、召喚魔法か。ナイトたちはただ召喚されただけの兵器のような存在だから、倒しても経験値が得られない。となれば狙うは魔法使い、お前たちだ。And now you can recover the blade. Yep. Ooh, dual blade.Now he's more OP. What they will smoke? A Mega Knight. Golem of Armor.Why is it still alive? Yes.獲得したポイントによっては、さらに上位クラスの職業に転職できます。転職クエストでの活躍を分析し、職業を与えます。選べるんじゃないのか。What? Angel of Death? Okay.どういう意味だ。So he can summon Mel.王者の軍。え、待てってなんだよこれ。これが俺の職業。ネクロマンサー、ナイス。ネクロマンサー。ベリーナイス。知能の能力値はほとんど上げてこなかったじゃないか。それがどうして。ネクロマンサーといえば、アンデッド系のモンスターを召喚して刺激する魔法系の職業だ。一方俺は暗殺系、戦闘スタイルも接近戦。
doesn't matter. You can use the power and fight. Necromancer になってしまえば、それらも無駄になる。はい、いいえ、拒否できるのか。ネクロマンサーへの転職、リターンが未知数すぎる。いいえ。隠し職業。何か特殊な力があるってことなのか。ネクロマンサー、何か見本のようなものがあれば。It's okay because you have the base status of a assassin.But you only need to level up intelligence, and you will be powerful. どれもこれまでの戦いを振り返るかのようだった。転職とか言って選択肢があるように見せて仕組まれてたってことか。システムの仕業か。だが面白い。こいつら自身は戦う力がなかった。だが俺にはある。ネクロマンサーは前線で戦ってはいけないということはない。職業もステータスの一つならば、レベルアップとともにスキル同様に強化されるはず。それに応じて亡者の軍とやらが強くなってもおかしくはない。Correct. 俺だけがレベルアップするんじゃなくなる。いいだ。You need to change the name of the city now. It's not solo leveling. どうぞ。ありがとう。夜が明けてきたな。チェーハンターたちはそろそろ到着する頃かと思われます。うん。遅くまですまない。いえ。ついでと言ってはなんだが、少し私の話に付き合ってくれないか。おう、ボノス。Enemies, more bonus. Very good. It's super OP now. Shadow Monarch. いきなり二次転職、そこまでポイントを稼げていたのか。職業専用スキルと能力値ポイント10、それから称号。報酬が届いたということはクエストは終わった。これで転職できたのか。悲鳴のようなものが聞こえてくる。まるで苦痛を訴えているかのようだ。影の抽出。What? ているかのようだ。Possible? 影の抽出。Skill? Okay. 命令号設定。起きろ。That's it. The Shadow Army.That's cool. Very cool. これはすげえ。専用スキル影の抽出と影の保管。マナを吸い取って影の兵士にするスキルと、抽出した相手を保管していつでも出し入れできるスキル。で、こいつらがその影の兵士ってやつなんだ。死亡後の経過時間や強さによっては抽出が失敗するっていうのは気をつけた方が良さそうだ。ナイト以外に魔法使いも、それにこいつら等級もあるな。あっ、もし A 級や S 級の影が抽出できて、その強さが生きていた時の強さに影響されるのなら。Let's see if he can do it. Possible.
Okay. 抽出と保管には上限数があるらしいから、歩兵銃1体を抽出解除。呼び起こしては悪かったな。さて、騎士団長高潔のイグリッド。That's very cool because he now can fight with bosses. I mean, if you kill someone powerful, you can summon him. So he's very, very OP. Oh, pilot. Two more tries. Okay.起きろ。パイレット。今さら言うまでもないが、我々ハンターは再覚醒でもしない限り、その能力は上がりもしなければ下がりもしない。だから体術を鍛える、仲間を集める。王の帰りを待っているのか。いつ戻るかもわからない王。騎士団長イグリッド。あんたは武人だ。剣で切り伏せることこそ本懐のはず。こんなカビ臭いところでその剣を錆びつかせていいのか。剣を捧げる相手が必要だというなら俺に使え。いなくなった野郎の椅子なんか守ってないで、目の前にいる俺を守ってくれ。起きろ。 That's cool.私は時に無双するのだ。I want to see this how it works in battle. Oh, very good. 今も Level 7誕生し続けている新たな覚醒者たち。決まってる。イグリッド。Of course, the name is Igrit. それがお前の名前だ。Name drag.その中に我々の想像を超える新たな希望の光となるような力を持つものが、very very good、瞬間にも生まれているのではないか。あ、he was with me. Oh, of course. The new king.よろしく頼む。Very, very, very cool. I like it. I like it a lot. So that was episode 13 of Solo Leveling. Very cool. I didn't expect the change of class to be Necromancer. I thought that he will be, I don't know, Hunter or Knight, something like that. But very, very cool. I want to see how it works in battle. He will be OP for sure, because he is OP. So he will be more OP now.And I'm very excited to see this. I want to see also the battle in the island with the group of S rank hunters. I want to see what they will fight in that island. And nothing more to say. Let's see what happens in the next episode. So thank you for joining me, and I will see you in the next videos. Bye bye.